何よこれ。こいつら仲間同士で殺し合ってるのか。聞いたことがあります。とある宗教の中には信者の信仰心を試すためにお互いを殺し合わせる儀式があると。死ねばそれまで、生き残った者も外の世界には二度と戻れず、ますます信仰への依存度を高めていくという仕組みです。えぐいな。貴様らそこで何をしている。ようやくお気づきかい。何やってんだお前ら。同じものを目指してきた仲間だろ。仲間は助け合うもんだろうが。それを我々の崇高な修練、外界の者には理解できまい。皆の者、教団にあだなす悪魔が現れたぞ。神への冒涜、断じて許せぬ行為だ。神に近づく修練だ。奴らを浄化せよ。悪いが俺たちは急いでるんだ。どいてもらうぜ。 Hope you're ready to start。 準備はできてるぜ。私の出番ね。参ります。よし、いつでもいいぜ。よし、やるぜ。私も。よし、はい、はい、そりゃ俺の番だ。ほら、行くぜ行くぜ。全部捕まえとけよ。攻める気だ。ここ動くんじゃねえぞ。さてと、私の出番ね。覚悟。やっ、せい。お似合い。やるぜ。調子がいいぜ。おい、てめえ。ここは敵の気配を感じませんね。よーし、各自休憩だ。少し休んでから出発しようぜ。さっきの男の発言、ちょっと引っかかりますね。あの守護神ってやつか。
ええ、こうもあっさりブライスの居場所を教えるとは。この辺りは敵の気配もなさそうだけど、それがかえって不気味よね。なんだ、地震か。火山の近くだからな、噴火でもしたか。おお、なあれ、また化け物かよ。どうなってんだこの島は。何を仕掛けてくるかわからねえ。用心しろよみんな。こいつで決まりだ。相手してあげる。もらった。攻める気だ。黙らせてやる。ダークよ、カットへ。私の出番ね。はっ、俺の番だ。ビビってる。欲でかますね。行くぜ行くぜ。行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで開けろ。とっておきだよ。よっと。ありがとうよ。よし、戻った。目がかすみやがる。やりにくいぜ。あ、ずりゃダメや。しかりや、調子に。こいつで決まりだ。次行け。すげえ下まで降りるんだな。耳がキーンってしやがる。廃棄物処理を一手に引き受けるにはそれなりの深さが必要なのでしょう。お、着いたか。ネレシンの名において貴様たちを処刑する。ま、そんなに甘かんねえわな。構えろ、来るぞ。I'll put you in your place. かかってきやがれ。よし、腰抜き野郎が終わらせる。私の出番ね。参ります。だな。ああ、あんま休んでもいられねえ。
ここいらで休憩しようぜ。おう、しっかり準備してから向かうぞ。ここはこれ全部核廃棄物ってこと？そのようです。どうやら天然の地下洞窟をそのまま利用しているようですね。管理する気なんてさらさらなさそうだな。無造作に積み上げてるだけだ。錆びてんのもあるぞ。処理場とは名ばかりのただの廃棄場だ。ここはふざけんなよ。こんなのほっといたらこの島も周りの海もやべえじゃねえか。ごきげんよう、春日さん。ブライス、お久しぶりです。ですが残念ながら歓迎はできません。この島は選ばれし白のみが立ち入ることを許される神聖な場です。それをあなた方は土足で怪我した。それについちゃ弁明の余地もねえ。あんたをとっちめた後に教団からはいくらでも罰を受けるけど、ここで行われることを見過ごすわけにはいかねえ。それこそまっとうにパレカナを信じてる人たちのためにもな。部外者が我々の信仰を語るとは、それこそ傲慢と言うべきではありませんか？いいや、こればかりは口を挟ませてもらう。てめえは他人の信仰を利用して金と力をかすめ取ろうっつうクソ野郎で。金と力だけじゃねえ、命もだ。ブライス、てめえは高田の敵だ。あいつが白として満足して死んだんなら文句なんて言いやしねえけどよ、あいつの死に顔はそんなんじゃなかった。てめえはあいつの信仰心を利用して捨て駒にしやがったんだ。あいつには神さんもガキもいるんだぞ。それをてめえは。おお、ご友人に白がいらっしゃったのですね。それはそれは、しかし何とも残念です。その高田さんという方は白に認められたというのにまだ信仰が足りなかったようだ。ん？白ならばパレカナのために死ぬことは最高の誉れなのに、高田さんはそう感じておられなかったご様子。白の境地からは程遠い。パレカナ代表として嘆かわしい限りです。てめえ、トミ、分かってる。突っ走りゃしねえよ。アカネさんが命からがらハワイに逃げ延びてやっと安心して眠れるようになったのはパレカナのおかげだったんだ。だから元々のパレカナには恩義を感じてる。施設の人たちには随分と世話にもなったしな。ああ、俺も炊き出しには何度も世話になった。だからこれからてめえの手からパレカナを取り戻す。本来のパレカナの姿にな。やれやれ、やっぱりあなた方は信仰というものが分かっていない。私が信者を利用していると言いますが、それが本来のパレカナと何が違うというのです？ネレシンなどという意もしない存在を信じて信者にやれ功徳だの救済だのを説くことも、信者を騙していることに変わりはないのでは？いいじゃないですか。彼らは今もなおパレカナを勝手に信じて、勝手に救われて
死んでいくんです。要は全て当人の問題なのです。それはある意味真理かもしれねえが、いよいよおめえをぶっ飛ばしたくなったぜ。まったく同感だ。それに俺は地元愛なんて持ち合わせちゃいねえつもりだったがよ、こんなもん見ちまった以上なおさらてめえはほっとけねえ。ふん、つくづくわからねえ。なんでてめえみてえなのがパレカナのトップに立てたんだ。心外ですね。これでも私はかつての代表に後継者と目されていたんですよ。かれこれ70年ほど前にもなりますが。本当、何歳なのこいつ。当時のパレカナというのは代表夫婦が慈善活動にそれはそれは熱心でしてね、歴代の中でも限りなく宗教色が薄い時代だったと言えるでしょう。しかし教団にはハワイが合衆国に併合される以前から永遠と積み上げてきた富があった。これに目をつけない方がおかしい。マフィアとしてはね。はっ、やっぱりてめえの根っこはそっちだったかい。そっちもこっちもそんなに違いはありません。一つの心情や掟のもとに形成される絶対的な上下関係。今の説明、宗教の説明かマフィアの説明か、春日さんは区別がつきますか。そういうのを詭弁つんだ。そうかもしれません。しかし実際のところ私のパレカナ侵入は実にスムーズに進んだ。勝手知ったるものでしたよ。そういう組織での身の振り方はよく心得ていましたからね。教団内で信用を積み上げ、次期代表と目されるまでに時間こそかかりましたが、ことは思惑通りに進みました。そこまでしたのは、そんなにパレカナの金が魅力的だったってのか。金はあくまでオプションです。私の狙いは最初から一つ、ここ聖地ネレ島の存在ですよ。はあ。太平洋のただ中にあり、外界から物理的に遮断された空間、さらにはパレカナという宗教団体が所有することで法的にも外部からの機密性が保たれている巨大な空間。この島は世界中探してもこれ以上ない理想的なブラックボックスなのです。あんた、それでこの島を核廃棄物の廃棄場に。それはこの島の活用法の序の口に過ぎません。この世界には世間の目から隠したいもの、遠ざけたいものがいくらでも存在します。それは国の中枢に近づけば近づくほど多く濃くなっていく。ものであれ、人であれ、情報であれ、何であれです。それら世界中の厄介なゴミをこの島があれば引き受けられるのです。あんたはそのしのぎを海老名に教えてやったんだったな。よくご存知で、ビジネスパートナーとして海老名さんにもそれなりの餌を与える必要がありますから。そうして世界各国の中枢と秘密を共有することで、私は彼らと分かちがたいつながりを手に入れる。
要は弱みを握るってことだろうが、カッコつけた言い方しやがってそうなった暁にはハワイ裏社会のオーナーなどという呼び名すらさまつだ。私は世界にあまねく影響力を持つ、それこそ神に近い存在になると思いませんか。古代妄想もここまで来ると大したもんだよと、まあネレ島の価値がこれでお分かりいただけましたか。ですがこのことをまるで理解していない愚か者がいましてね。はあ？私が教団に侵入した時の先代代表ですよ。教団内で地位を上げ、私の次期代表はほぼ確実という頃、慈善活動に熱心な彼がとんでもないことを言い出しましてね。あ？ネレ島を売却し得た資金をボランティアに充てるというのです。なんという愚かな考えだ。しかも売却の話は順調に進んでしまった。私は穏便に代表の座を譲り受けるつもりだった。しかし島が売却されてしまっては元も子もない。だから少々手荒な手段で教団をいただくことにしたんです。あれは実に痛ましい出来事でした。ですがきっと彼らの魂はネレ神が救済してくれているでしょう。そうやって他人を見下して利用してるつもりだろうけどな。はめられてたのはお前だったんだろ。だから偽物の代表の証なんてつかまされた。 But dear, I did want to talk about Bryce. てめえのうさんくささなんてとっくに見抜かれてたんだ。だからこそ先代の代表さんは遺書を残した。てめえの代表就任を認めないって内容のな。上っ面だけのてめえにはお似合いのアクセサリーだ。そんでラリなんて小さい子一人の始末に躍起になってんだからよ。さっきてめえが神様になるとか言ってたが、はっ、ちんけな神様もいたもんだ。念には念をですよ。別に彼女を放っておいてもよかった。現に私がこうして全て包み隠さず話しても忠誠を誓う私の信者を大量に手に入れた。違うな。てめえは嘘がいつバレるか内心ハラハラだったんだろ。だからハワイ中のギャングを総動員するなんて大げさな真似をしたんだ。そしてそれが結果的にてめえを追い詰めた。ブライス、てめえはてめえ自身でボロを出したんだよ。そいつを引き出したのは何十年も前に真っ当にパレカナをやってた優しい人たちと、それにラニを必死で守ったアカネさんだ。話はここまでとしましょうか。これ以上あなたたちがこの神聖な場にいることはネレ神が許しません。はあ、これ以上は言葉の無駄です。ぶん殴って黙らせましょう。賛成だ。だな。行くぜブライス。あなたたちに
ネレ人の罰と救済を。さて、私の可愛い子供たちよ、今こそ聖戦の時です。参ります。やるぜ。相手してあげる。ビビってんのか。いつでもどうぞ。はほら来いよ。 You're out of your mind for a trash can。 さて、これで決まりだ。うさ、調子がいいぜ。あなたの信仰を見せてください。調子が出てきたな。行きますよ。私の出番ね。性だけで何でも解決できると思わないことです。終わらせる。俺の番だ。よし、これ来い。よくでかまって。行くぜ行くぜ。何来ない。回復しとくか。あなたの信仰を見せてください。攻め時だ。ふう、どうかお導きを。茶番は終わりだ。役立たずどもめ、そのくだらん命を私のために使え。参ります。すべて血の底
庫に沈めてやる。あっちって、なんとかやっか。相手してやる。全然来ないときよ。ありがとうございます。シートベルトをお締めください。右へ曲がります。左へ曲がります。ご利用ありがとうございました。全力で行くよ。ぶちかま。ほら。行きましょう。おのれ。ほら。この忌々しいゴミどもめが。生意気な小僧めが、あっち、なんとかやっか。終わりだぜブライス。この処理場なんてお世辞にも言えねえゴミ捨て場の実情を政権に公表させてもらう。その程度でこの計画が頓挫するとでも思っているのか。はあ？このビジネスは世界各国の核廃棄物を排出する国々との提携で成り立っている。ここでの不祥事はすなわち各国政府の失態だ。そんなことを連中が許すはずがないだろう。こう言えばわかるか。私には各国政府という強大なケツ持ちがいるということだ。なんだよ、ここまで来て無駄骨だってのか。お会いに行く様だけど、そのケツ持ちの一つが裏切るみたいよ。え？ちいちゃん。はい、皆さんどうもこんにちは。あ、や、日本は今こんばんはかな。ゲリラ配信失礼します。タタラチャンネルです。ぜひゲリラやってるぞって周りに拡散してくださいね。見えてますか皆さん、このドラム缶の山。実は今私ハワイにいるんです。しかも今話題のブリーチジャパンによる核廃棄物処理プロジェクト、そのまさに処理場ど真ん中に来ているんです。聞こえなかったのか。ネットで拡散しようが、こちらのバッグにはそれをもみ消すだけの力がある。確かブリーチジャパンの海老名氏の話によると、廃棄処理は元ヤクザさんを雇用して厳重な安全管理のもと行われるって話でしたよね。でも皆さん、これ見てどう思います？ここほとんど天然の洞窟そのまんまで、地表からもそう深くないんですよ。そんなところに核のゴミを詰め込んだドラム缶がこんな野ざらしにされてるんです。
しかもあそこにいるのはほら、皆さんニュース見ました？ハワイ側でプロジェクトを協力するボランティア団体、あれかな、あでしたっけ、あれの代表さんじゃないですか。ブライスさんですよね。あなたがここにいるってことが、ここがハワイの処理施設だってことの証拠だと思うんですけど、この状況どう説明するんですか？沈黙は金なり。よく心得てらっしゃる。では別の方からコメントいただきましょうか。何？もしもし、聞こえますか？はい、聞こえます。誰だ？よかった。ではお名前伺えますでしょうか？私、富士宮和成と申します。富士宮グループの会長を務めております。な、富士宮ってじいちゃんの？なんとなんと、富士宮グループの会長さん、日本経済界の超大物じゃないですか。わざわざご出演いただきありがとうございます。そんな富士宮さんにご出演いただいたのは他でもありません、ブリーチジャパンの核処理プロジェクトに富士宮グループも参加しているからなんです。そうですよね？はい、当グループ傘下の富士宮海運はこのプロジェクトにおける廃棄物の海運部分を担っています。なるほど。では富士宮さん、今ご覧になっているこの光景についてはどのようにお考えですか？信じがたいというのが率直な感想ですが、事実であれば関係各所へしかるべき対応を行います。本件の重要な関係者として富士宮さんご自身の責任も問われるかと思いますか？おい、ちーちゃん。それは当然のことです。私自身もしかるべき処分を受けるつもりです。その言葉に嘘はありませんか？無論です。ありがとうございます。ブライスさん、富士宮グループ会長さんはこうおっしゃってますよ。これだけの大物がこう明言されてはうやむやにするのは難しいと思いますよ。ぐっ、千歳のやつ、なんつうやり方でブライスを追い込みやがった。自爆みてえなもんじゃねえか。私も少しは役に立たなきゃね。日本を立つ前の夜、実家に帰ったの。そこで全部これまでのことを打ち明けて、こんなことに加担してまでお金儲けしたいのかって大喧嘩。そんで今に至るってわけ。ちーちゃん。そんな顔しないでよ。もう一つやらなきゃいけないことが残ってるんだから。は？うん、映ってるね。おい、ちーちゃん。今日のゲリラ配信ではもう一つ大事なことをお伝えしたいと思います。それはこのチャンネルの行ってきた罪についてです。タタラチャンネルは、私富士宮千歳は数年前から市場の方々を対象に事実とは異なる映像をでっち上げ、意図的な印象操作を行ってきました。私自身が素性を暴露されることを脅されてのことですが、それによってやったことが正当化されるとは思いません。この場をお借りして皆さんと多大なご迷惑をおかけした方々にお詫びいたします。本当に申
申し訳ありませんでした。ちいちゃん。ありがとうね、一番。一番があの時、家出しようって言ってくれたから。逃げてもいいんだって言ってくれたから。私は自分の人生と向き合う覚悟ができた。私はもう逃げない。家のことからも、自分のことからも。すげえな、じいちゃんは。でしょ？ブライス、これでてめえも終わりだ。今さらジタバタすんじゃねえぞ。バカが。あ？バカがと言ったんだ。貴様らはこれでいいことをしたつもりか。逆だ。この計画は世界中から求められていたことなのだ。もちろん日本からもだ。核のゴミという厄介者を世界中から引き取り葬り去る。この偏僻な島一つを犠牲にしてな。誰もが心の奥では願っていたことを私が叶えてやったのだ。必要悪としてな。勝手抜かすな、この野郎。計画が頓挫して行き詰まるのは私じゃない。原発の恩恵に預かっておきながら、そのリスクは背負わない身勝手なお前ら全てだ。これから先、私という必要悪がいなくなった世界で、お前たちがこの現実とどう向き合うのか見ものだよ。心配すんな、ブライス。人間はそんなヤワじゃねえ。どんなしんどい状況でも、その中でなんとかやってくもんさ。ふん、どうだかな。私は空の上から、いや、この地の底から見物させてもらおう。あっ、一番、てめえに死なれちゃ困るんだよ。何のつもりだ。この汚れた地の底に沈まれたら、簡単に死体を引き上げることすらできねえ。このドラム缶を全て引き上げるまで、死んだお前に睨まれてたら気分悪いだろうが。ほらな、約束しちまったんだよ。死んでちゃんちゃんなんてな、認めねえ。てめえみてえなクズをかっこよく死なせるわけにはいかねえんだよ、こんなボケが。一番、一番。終わりだ、ブライス・フェアチャイルド。千歳のおかげでもうお前に逃げ場はねえ。俺がきっちり警察に突き出してやるよ。へえ、俺たちの仕事は終わったな、カズガ。いや、まだ終わりじゃねえ。さてと、俺らも負けてらんないね。ああ、あいつらの戦いと千歳の覚悟に俺たちも応えねえとな。うん、あんなの見せられたら私たちもやるっきゃないよね。おいよ、こっちも燃えてきたぜ。それにやっぱ一番はやるときゃやる男だな。何その顔。何でもねえよ。
やる気でな。だがあまり前のめりになりすぎるなよ。だね。じゃあ行きますか、キリュウさん。ああ、わかった。